曲目にお送りするのはラブポップソウルです。この曲の魅力は何といってもトランペット、トロンボーン、テナーサックスのソロです。魅力的なあのソロに会場の皆さんも惚れてしまうこと間違いなし。それは楽しみですね。皆さんも盛り上がっていきましょう。